ジュンゴラッソー最高のホームゲーム。この番組は横浜 F マリノス大好きなジュンゴがいろいろやっちゃえ、いや、やっちゃう方向性。今日はジュビロ磐田戦です。イベントとしてはですね、今日横浜フードフェスジュンゴラッソでいっぱい出てます。まずほら見て、湘南チーズステーキ、ね、面白いのあるよ。団子だ。この色はヴァンギャルドだな。これ行こうか。重いわ、俺のスマホより重い。いただきます。ジュンゴです。はい、ラジオいつも聞いてます。ありがとうございます。じゃあいただきます。うん、白あんだ。あ、これは勝てるわ。おいしい。あ、ジュビロの人もどうですか、同じ色なんで。負けないからな。明日お誕生日ですか。明日誕生日です。来ないときです。マジで。おお、ジュタコさん。で、次方は一緒。欲しかったよ。いや、それは、それは違った。あ、そう、違った。やっぱ繋がるな。繋がるマリノス。駐輪場の枠からはみ出しての駐輪はお断りしておりますので。そりゃそうだよね、枠からはみ出しちゃダメだな。日産スタジアムはちゃんと教えてくれます。ちょっと今元気のある女子ジンゴっています。こんにちは。今日はそうですよね、はい、マリノス対ジュビロ、はい、ね、写真撮影、はい、僕はゴーって言うで、マーメイズ、はい、ゴーマーメイズ。ちょっとバラバラでした。マーメイズ。ちょっと面白いものをコンコースで発見しました。ジュンゴラッソ横浜公園の誕生ね。東京オリンピックと三沢球技場、一発も一発でいいよね。近いからね、ニアだから。すごく1964年、一発でもオリンピックの熱狂があった。これ俺知ってるわ。やっぱ最初青だったんです。で、一時期白赤に変わって、今またねブルーになりましたけども、やっぱね、歴史を物語ってますけど、ヨレヨレ感がね。でも、僕のルーティンしてる T シャツよりはヨレてないです。で、93年 J リーグ開幕、横浜のプロサッカーが産声上げるつって、これがだから、一番最初の時2002日韓ワールドカップダウン、ね、ブラジル対ドイツ決勝、ワールドカップ決勝がここでやったんだから、こういう歴史があります。ジュンゴラッソ西ゲートに来てました。スピードガンで計測してるんですよ。ここで初めてこうサッカーに触れるっていうね、ちびっ子もいるかもしれないですね。スピードガンやっています。経験者だよ。100は出ると思うんだよな。サッカーやってんの。ポジションどこ。ユーティリティじゃん。将来サッカー選手になるの。マリノスで。いいね。何年生。2年生？好きな食べ物。トマト。すごいじゃん。リコピンだもんな。リコピン知ってでしょ？あのタレントのリコピン。意外とドキドキしてきたな。ガッツリやりたいと思います。行きます。おお、ナイス。今日何位？2位か。2位はやだな。2位はやだな。いやだな。言い訳は言わないですけど、豆ができてるっす。ちょうど始まりました。あ、三月さんの声ですね。今日調子いいね。いつも試合前になるとゴール裏に来てテンション上げるんですよ。今日日曜日なんで家族連れの方も多いね。おじいちゃんが、お父さんが、息子がっつってね、たまっこの受け継ぎ、引き渡し、引き継ぎか。キーパー練習をやってから、間もなくすると、フィールド選手、キーパー以外のちゃんとが始まる。あ、ジュンゴさん。おはようございます。絶対勝ちましょう。ジュンゴウス。ジュンゴウス。おぉ、来た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 。選手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 。上がりますね。お疲れ様です。カッソー。ありがとうございます。知ってんだな、俺の誕生日明日なんだけどね。まもなく始まります。おいおい、
こんな感じで15ラストやっていくんで、しっかり見ておくんだなし。